つけて。あれは私が大学生の時です。私は大学の頃仲の良かった女の子の友達と駅前までバスで遊びに行くことにしました。大学から出ているバスに乗り込み、八王子駅に着く道中の中でとても有名な心霊スポットがあります。それは滝山城址という心霊スポットなのですが、昔落ち武者やさまざまな怖い霊が出るという八王子の中でもとても怖いと言われている心霊スポットでございます。私とその女の子がバスに乗り込み、その八王子城址の前を通るときに、不意にその友達が私にこんな話をしてきました。最近彼氏ができて、彼氏といろんなところでイチャイチャしているよと。そのいろんなところの中には、私が普段通っているところや教室など、そういったところでイチャイチャしているという話をされ、私はとても仲がいい友達のそういった話は聞きたくないので、嫌だなあ、嫌だなあ、怖いなあ、怖いなあと感じていました。そしてその友達が、そういえば最近ホテルでしたんだよねというとても生々しい話をしそうになった時に、不意にキーンととても大きな耳鳴りがしました。その瞬間友達の声は聞こえなくなり、周りの音も耳鳴りで聞こえなくなりました。耳鳴りが止んだ頃、友達は明日の小テストの話をしていました。今のは何だったんだろうと思った時に、見たら滝山城址の前を通りがかる時だったんです。もしかしたら幽霊が通り過ぎて私の心を守ってくれたのかもしれません。怖い。見ねえ。怖い。お前のせいやから。すごい。なんか怖い。鳥肌は立ったわ。なんでかわからんけど。